JP は日本の国別コードトップレーベルドメイン日本レジストリサービスが管理する JP ドメイン創設時このドメインの管理は社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターが日本におけるインターネットの技術面を監督するという立場から行っていたしかしながら .jp ドメインの規模重要性が増してきたため2000年12月に JPNIC の 第11回全体会議で .jp を管理するための新しい会社を作ることが決められた。それに伴い株式会社日本レジストリーサービスが創設され、2002年4月1日より JPNIC から JP ドメインの登録管理業務を引き継いだ。JP ドメインの登録は日本国内に住所を持つ個人、団体、組織のいずれかに限られており、指定事業者を経由して行われる。 また、ハム用 JP ドメイン名の場合、第2レベルに2倍と、日本語文字も利用可能となっている。なお、ドメイン名の長さは、英数字とハイフンのみの場合は3文字以上63文字以下、日本語文字の場合は1文字以上15文字以下と、規定されている。日本国内に住所を持つ、個人、団体、組織であれば、.jp のセカンドレベルドメインを取得することが、できる。 example.jp のように .jp の前に任意の文字列が指定できるアドレスは、汎用 jp ドメインと呼ばれ、日本国内に住所を有していれば、誰でも取得することができる。example.co.jp のように .jp の前に2文字の英字が付くドメインは、属性型ドメイン名と呼ばれ、組織種別やサービス目的別に分類される。登録するには、 それぞれの登録要件を満たしていることが必要とされ、また一つの組織で、属性型 JP ドメインのいずれか一つしか、取得することができない。なお、取得済みのドメインを、運用体系の変更後も利用し続けているなど一部、例外も存在する。e g g s a m p l e 東京 k y o j p のような、.jp の前に都道府県名、または一部の政令指定都市名が含まれるものは、地域型ドメインと呼ばれ、 地方公共団体及びその会期間、その市町村に所在する団体及び市町村に居住する個人が登録することのできるドメインである。2012年3月31日をもって新規登録受付を終了した。属性型 JP ドメインをすでに取得している場合は新たに地域型 JP ドメインを取得することはできない。登録時には登録したい。市区町村に所在する必要があるが、 転居してもドメインを変更する必要はなかった。地方公共団体の場合、登録できるドメインは都道府県、または一部の政令指定都市の場合は、JP で一部の政令指定都市、または市区町村の場合は、JP となる。種別には東京都はメトロ、それ以外の道府県はブレフ、首都区はシティ、町はタウン、村はビルが割り当てられる。例として、 東京都はメトロ .tokyo.jp、北海道、大阪府、京都府や愛知県などは p r e f 北海道 k a i d o l j p p r e f 大阪 j p p r e f 京都 o t o j p や pref.hi.jp pr、横浜市はシティ .yokohama.jp、横浜 東京都港区は city.minato.tocu.jp、ok、を用いている。都道府県及び政令指定都市の地方公共団体が地域型ドメインを採用していないが、その会組織が地域型ドメインを使用したい場合はそれぞれ種別の前に文字列を指定できるなお、従来の市が政令指定都市に移行した場合、その時点ですでに該当するドメインが 汎用ドメインとして他社に取得されている場合は、それを剥奪して、地域ドメインとしたりはせず、地方公共団体用の、LG.jp 属性ドメインか、従来の市町村ドメインを引き続き使うこととなる。大阪府堺市や静岡県浜松市は、それぞれ SAKAI.jp 及び浜松 .jp が、汎用ドメインとして登録されていたため、 堺市は city.sakei.lg.jp を、浜松市は従来の c i t y h a m a t s z k a j p を使用している地域型ドメインの登録受付終了後に開始される都道府県ドメイン名の一つで、エグザンプル東京やエグザンプル京都と地域型ドメインの特徴を踏襲しつつ、エグザンプルの部分を任意に指定できる。 ドメイン名として2012年後半に受付を開始した。また、ハム JP ドメインと同様、日本国内に住所を持つ個人、組織であれば他の地域のドメイン名でも複数の登録が可能となる。ありがとうございます。